回が井ノ原さん初めてということなんですけれど、はい、でも井ノ原さんといったらもういろいろな番組で司会していて、こう、ね、出演者の方との掛け合いが絶妙だなという印象なんですが、はい、そうですか、ありがとうございます。紅白歌合戦では、こう誰との掛け合いをこう楽しみにしてますか。まずやっぱり先輩の近藤真彦さんが久しぶりの出場ということで、うん、楽しみにしてます。あと去年ですね、小田井夏子さんの後ろで踊らせていただいたんですけども、これは V6 の三宅健が、まあ、ちょっとした失言がありまして、あと踊り中に同意が脱げるというアクシデントもありましたので、まずは謝罪から入りたいなと思っております。謝罪からですか、はい、なるほど。でも、そういったちょっとしたアクシデントも楽しめる、楽しみにしているそうなんですよ。ですかね、その紅白歌合戦、まあ、ずっと練習を続けてきたのにそういうことが起きる、でまたそれもなんか一つのエンターテイメントになってしまうという、不思議な空間だなというふうに感じましたね。ありがとうございます。最後に今回の紅白歌合戦、赤組そして白組の代表として、それぞれの見どころを教えていただけますか。はい、白組はやはり初出場の方たちもたくさんいらっしゃいますかなり勢いがあると思いますので、でもとはいえ小林幸子さんの衣装も気になるというところなんですけれども、とにかく、まあ、歌合戦と言いながらも視聴者の皆さん、お茶の間の皆さんと一緒に楽しみたいなというふうに思っています。綾瀬さんは。はい、私もそうですね、赤組の皆さん、今回初出場の皆さん、はい、たくさんパワーのある方がいらっしゃるので、意気込みですね。そうですね。皆さんと一緒に、お茶の間の皆さんに笑顔とたくさん幸せをお届けできるように、はい、そこが見どころです。はい、頑張りたいと思います。楽しみにしております。ありがとうございます。相手はるかさん、そして井ノ原佳彦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。スタジオにお返しします。はい、返されました。ありがとうございました。司会のお二人、いい感じですね。ね、もうすでにこうやりとりも温かい感じでいいですね。ね、その掛け合いもそうです。それから出場歌手とのこうね、はい、やりとりね、どんなになるのか、なんか注目したいですね。そうですね。はい、さあ、そして今年の紅白ですが、初出場の歌手、こちらの10組です。